ここはどこでしょうちょっと上海の郊外ですね。ここは少しだけ歩きたいと思います。これ全部マンションですね。住宅地下がお店になってて、こっち行くとあれか、まだ向こうとかマンション作ってますね。車のメンテナンスの店ですね。あっちも車の店ですね。この辺ではここが大通りになるんですかね。人は少ないですね、やっぱり。実はここですね、前に私来たことあるんですけど、ここの裏っ側ですね、入り口じゃなくて、上海インシーラーゲンっていう、まあね、映画とかの撮影所ですね。木村拓哉主演の華麗なる一族はこの中で撮影されてたんですよね。神戸の三宮の街をここに再現して、ちょうど汽車が見えますね。これこっちからは入れないですけど、まあ、裏っ側ですね。あ、でも向こう行くと 50m のところからチケット買って入れるみたいですね。まあ今日は行かないですけど、以前この動画上げてるんで、もしよかったら見てください。なんかでもこっから見る限り誰も人いないですね今日。こんな感じですね。このなんか、まあ昔の上海の街が再現されてるんで、そこであれ、上戸彩のリコーランもこの中で撮影してましたね。で、華麗なる一族はこの上海の街を昔の神戸の三宮の街に作り変えて撮影してましたね。路面電車とかもこうなんか走ってるんで、ね、見ることできますね。全然人いないですね。でもあの車になんか言ってます、ね、うん、まあ、ここでも本当観光に来るのすごいいいと思うんで、よかったら来てみてください。まあ、上海の松江区ですね、ソンジャンっていうところですね。
こういうちょっとやっぱ郊外に来るとなかなかコーヒー飲みたいとかって思う。でもカフェとかないですね、基本ないですね。ちょっと知り合いの人訪ねてここ来たんで、ついでに歩いてみました。あ、でもこの辺のマンションでも結構高いですよね。1平米3万元として100平米で300万元、まあ5000万弱ぐらいですか。なんか店舗とか空いてますね。まあそんな人いないですからね、なかなかここで商売するのもしんどいかもわかんないですね。いくら人住んでるとはいえ、お不動産屋、ここはファミリーマートありますね。ファミリーマートだとコーヒー売ってるんでコンビニの飲めそうですね。座る場所はないかもわかんないですけど、飲むだけだったら大丈夫ですね。ここからマッサージ屋か。あ、でもパン屋がありますね。あ、ここでもなんかコーヒー売ってそうですね。ケーキ屋があるんで、ちょっと座るとこはなさそうですねこれ。あ、一応あそこ座れるか。ちょっとだけ座れそうですね。あとはまだ向こうの方もずっと家が続きそうですけど、店はもうなんか少なくなっていきそうな感じですね。あそこコーヒーで看板はあるけど店はないっすね。まあでも郊外こんな感じですかね大体。ここは駅から結構遠いですからね。そういえばこの街歩き動画のなんかどこか撮影してきてほしいっていうリクエストある方はですね、この動画のコメント欄じゃなくてリクエスト専用の動画っていうのがあるのでリンク貼り付けときますので、そちらの方に書いていただけたら助かります。まあなぜそういうことをしてるかというと、それぞれの動画に、ここもパン屋さんでコーヒー売ってますね。うん、それぞれの動画にですねコメント書いていただくと、後でどこに何書いてるか探すのすごい大変なので、一
一つの動画に集中してリクエストだけ書いていただければありがたいです。まああとは個別の動画の感想とかはその動画のコメント欄に全然書いていただいていいんですけど、ちょっとそういう風にしようかなと考えました。ですのでよろしくお願いします。ここ楽器屋さんですね。なんかギターとか置いてますね。こんな感じですね。ずっと住宅ですもんね。まあなかなかでも感じのいいところですね。もうちょっと行ってみようか。そこ書いてる89平米のマンションで235万元200万元3000万、やっぱ4000万ぐらいですね、日本円で。結構郊外って言っても高いですね。日本の田舎の方がよっぽど多分安いっすよね。あれも200万件って書いてるから3000万ちょいぐらい。落ち着いた感じのとこですね。まあ今昼間ですし、こんな感じですかね。これ道の名前書いた看板が出てないですね、全然。シェア自転車が全然ないですね。やっぱり上海の街中だけですね、あるのは。郊外来ると あそこ1個あるわ。あそこアリババの1個ありますね。なかなか少ないですね。三発の宣伝みたいな。三発やな。あそこの美容室か。
お前の店もでも全然入ってないですもんね、テナント。ちょっとなかなかしんどそうですね、これ。この美容室か。ありましたね、シェア自転車。一応でも少ないですね。これは川、あれ多分本庁高校の飛行機ですね。どうしようかな、ファミリーマートでコーヒー買うか。パン屋、あれ行き過ぎたパン屋あったんですけど、そこで買うか。ファミリーマートの方は安心は安心ですね。知らないパン屋のコーヒー大丈夫かなっていう。あ、ここどっちがいいかですね。まあでも見る限りは綺麗ですけどね。ここで買うか、ファミリーマートで買うか、ちょっと賭けですね。安全見てファミリーマートにしときます。ファミリーマートのカフェラテ結構美味しいですからね。ローソンも結構美味しいですね。セブンイレブンがあんまり上海ないんで、上海では飲んだことないですけど、こっちの横もなんかこれは料理屋か。カフェラテにしよう。買ってる人いますね。我要一杯拿铁。一杯拿铁。嗯。会员 APP 有没有扫一扫？添加了会员 APP 有没有呀？要不要下载一个？满20可以减5块钱。哪里有 APP？ 有 APP 是吧？没有。没有 APP， 要下载一个呀。怎么做？支付宝吗？每天再欠一杯。要不要扫一扫下个 APP 啊？这里啊，你微信扫一扫这里，我来帮你弄。微信啊，微信。那个微信的，これを読むと。これはでも
要我帮你弄了下载。这个是顾客群。这个这个上面这个。这个打不开。でもなんかやるたびに。あ、これアプリやらないとダウンロードしないといけないけど、いいです。面倒くさいんで。あ、結構コーヒー売れてますねここ。あ、お、不用不用 APP や。じゃあダフ会、うん。我帮你倒不下，不下了，不要了，太麻烦。啊，没，不用，不用扫进去。还要一杯拿铁，送杯拿铁是任意消费加8块，你要不要再拿东西配一配啊？嗯，什么？这个是原价是12的，你如果拿东西配一配，它只要8块钱，你要不要拿东西配一配啊？就是拿任意一样东西，它只要8块钱。不要了，不要了，是吧？那就拿铁一杯啊。嗯。加浓度吗？一般的。一般正常哈，好，12块钱啊。嗯。これダウンロードしたら安くなんか安くなるみたいですけど、もう面倒くさいんでいいです。結構ここコーヒー売れてますね。みんなここ買いに来るんですかね、まあ、周りないですからね。結局12元でしたね。ローソンなんか6元とかなんですよね。あれ豆入れてますね。例えば中国このレジのところに結構こういうコンドームがバーンって置いてあるんです、うん、冷凍食品も結構あるんですね今。あ、谢谢。あ、谢谢。ここで少し飲みたいと思います。